台風が近づいている沖縄先島諸島方面、今日の夕方からは激しい雨や非常に激しい雨、そして非常に強い風になっていく可能性があります。こちら西表島のライブカメラの映像です。すでに平均で20メートル近い風が吹いている状況です。海上の波もかなり高くなっていて、すでに大しけないし猛烈なしけとなっているところもあるようです。午後6時ごろの雨の予想です。気象庁5キロモデルの雨の予想ですが、台風2号の中心接近に伴いまして、その北側にあります活発な積乱雲のバンド、アウターバンドと呼ばれる活発な雨雲が今日の午後以降かかってきます。特に活発なものは今日の夕方あたりからかかっていくと予想されています。今日の夕方あたりからは1時間に30ミリから50ミリの激しい雨、そして夜になってきますと50ミリを超えるような非常に激しい雨の降る可能性が出てきます。雨に関しても警戒が必要です。また風です。現状でもすでに平均で15から20メートル吹いているんですけれども、今日の夕方以降になってきますと広い範囲でこの方面先島を中心に平均20メートルくらいの北寄りの風が吹きそうです。瞬間的には30メートル前後に到達する見通しです。さらに明日になってきますと平均25メートルから30メートル程度の猛烈な風が吹く恐れもあります。また暴風域としましては明日の夕方には早ければ沖縄本島南部も暴風域に入る可能性があります。最後に波の状況です。すでに大しけ以上の状態、6メートル以上の波高の状態となっていますが、一部では9メートル前後の猛烈なしけとなっています。今日から明日にかけて先島方面では波の方もピークを迎える見通しですし、沖縄本島方面はさらに明日から明後日にかけて波が高まる予想となっています。台風の動きが遅いためこれらの地域では影響が長引く恐れもあります。引き続き最新の情報に最大限の警戒注意を払っていただきたいと思います。最新の情報は引き続きウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。